川辺を通っていくと、小さいながら庭木の茂りようなどの面白く見える家で、良い音のすることをワゴンに合わせて派手に弾く音がした。源氏はちょっと心が惹かれて、往来にも近い建物のことであるから、なおよく聞こうと、少し体を車から出して眺めてみると、その家の大木のカツラの葉の匂いが風に送られてきて、鴨の祭りの頃が思われた。なんとなく好奇心の惹かれる家であると思って考えてみると、それはただ一度だけ来たことのある女の家であった。長く帰り見なかった自分が訪ねて行っても、もう忘れているかもしれないが、などと思いながらも、通り過ぎる気にはなれないで、じっとその家を見ているときに、ホトトギスが鳴いて通った。源氏に何事かを促すようであったから、車を引き返させて、こんな役になれた、これみつを使いにやった。落ち帰り、えぞ忍ばれぬホトトギス、ほの語らいし、宿の垣根に、この歌を言わせたのである。これみつが入っていくと、この家の神殿ともいうようなところの西の端の座敷に女房たちが集まって何か話をしていた。以前にもこうした使いに来て聞き覚えのある声であったから、これみつは声をかけてから源氏の歌を伝えた。座敷の中で若い女房たちらしい声で何かささやいている。誰の訪れであるかがわからないらしい。